どうも花子です。沖本です。今日はねということでですね、やってまいりました。今回の企画なんですけども、アブすごいな。ガサガサで魚を捕まえて、その場で淡水魚水槽を作りたいということでですね、はい、これちょっと結構前から僕実はやりたかったんですけど、うん、今までできてなかった企画、ついに今日できるということで、まあそのままですよ。いつも通りここでガサガサします。はい、魚捕まえます。いつもだったらそれで何捕まえたかで終わりなんですけど、うん、今回はちょっと見て、まずこれ、おお、ガラス水槽、うん、でこのろ過装置とかもあるから、はい、このバッテリーで、バッテリーがないとね、動かしてブクブクブクと、うん、であとこういうもう自然環境をここで作りたいみたいな。なるほど。石入れて流木入れてみたいな、その場であるもので作っていくんだ。そうそうそう。でそこに最後魚を入れて、うん、完成っていう。なるほどね。めちゃめちゃ良くない？いいね。なんかそれじゃあまず先に魚もうガサガサして捕まえていきましょうか。はい、それでは早速いきましょう。さあ行くぞ。よし、じゃあ早速いきましょうか。はい。草があんまりないんだよね。ガサガサする場所が少ないからちょっと難易度高いかもしれん。あとはちょっとこういう顔、ヒグマが怖いよな。怖い。すげえ雰囲気あんだよな。さっきもあっちの方にな。しかもなんかさっきヒグマが食べたような、うん、跡があるんですよ。後で写そうか、ちょっと。後でね。うん。あ、魚いる。いる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 。いる？うん。あ、いるね。いるいるいる。やっぱこういうとこ溜まってるな。じゃあ、ちょっとやってどうだ？取れたんちゃうか？あー、はいね。難易度高い。でもさっきいたのウグイじゃないぞ。なんだ？多分、うん、ヤマメニジマス系のトラウトだと思う。ああ、今回はちょっとトラウト狙いの水槽を、はい、渓流水槽を作っていきたいと思います。なるほどなるほど。いる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 。あ、いるいるいる。うわ、入んねえ。うわ、いるいるいる。なんで取れねえのよ、こんないるのに。ああ、おっと、これは、お、見てください。あ、これ俺もわかるぞ。これはですね、うなぎだ。うなぎ、福土壌ですね。福土壌か。キープしよう。土壌もいいんだよ。土壌もトラウトと一緒にいても全然いけるから。しかも土壌ってなんか水槽きれいにしてくれるんでしょ。そう、下に溜まった餌とかは食べてくれるから。うん。人、え、何来た、見て、え、全部福土壌。すごっ。見てください、これ。ん？やばくね？なんかドリアンみたいなやつ、うん、食われてる。これを食ってんですよ。クマ。クマじゃないこれ。あ、周りを警戒していかないと。入った入った入った。何入った？ウグイだ、ウグイ。おお、いいサイズだ。何が取れた？ドデカ土壌。おお、ほんとだ。めっちゃでかくね？でけえ。じゃあ土壌、土壌ばっかりの水槽になっちまうぞって。もうでかうぐい来た。またほら、待って、でっか、でけえべ。うん、よしよし。うわ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 、めっちゃいるめっちゃいる。うん、絶対いる。うわ、泳いでる。ほら来た。いいサイズ泳いでるぞ。めっちゃくちゃうぐいだ。うぐい、いいサイズばっかりだな。いいサイズいいサイズ、うん、危ねえ。おおおお、新種新種。おこりゃ浮きゴリ来ました。浮きゴリ、我らがゴリ。うん、おおおおおおお、なんだこれ。何、新しい。あ、浮きゴリか、でっかい浮きゴリか。うん、うん、どうだ。なんだ、ついに来た。見て、来た。ヤマメ？うん、なんかヤマメっぽくないけど。おお、いいね。めっちゃ元気。うん、これでもう作れるな。うん、弱っちゃう前に戻ろう。うん、さあこっからはですね、次水槽の準備に入りたいと思います。はい、お魚さんたちはちょっと準備できたんで、はい、こっちにもいます。こちら細かめの石、はい、入れていきます。じゃあこういうでっかい石の下にある、うん、こういう石、自然環境も下がってるでしょ、ね、うん、これを集めましょう。泥を取って、はい、おお、いいね。なんかやつを、うん、
まず下に敷き詰めていきます。はい、いいねいいねいいね、なんかいいね、なんかこういうあの海外のチャンネルみたいなのあるよな、 TikTok とかで。ある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 。やはりサバイバルをしていくのに手袋はいらないさ。かなり時間がかかるなこれ。まあ、ちょっと泥多くないか。ダメか。しっかり切る。そんな水入れた時に全部水が濁っちゃうから。じゃあ今こんな感じで一面とりあえず石引いたんで、はい、次はちょっと大きめの石を、これぐらい、これ中ぐらい、これぐらいのやつ。いやーいいな、なんか、え、次巨大いくか。オッケー。こんなの、ふ、いい、こんなのとかさ、あとは俺こうレイアウト組んでいくから石をくれ。わかった。はい、とりあえずこれちっちゃい、これいい、オッケー。さあ次はですね、はい、今こんな感じなんですよ。はい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 。ちょっと今水滴ついてて見づらいですけど、ちょっと色が暗いんで、うん、緑も欲しいよねっていう。欲しい。この辺の苔とか良くない？ああ、いいかも。これね、うん、取れないのか、ガッと。あ、取れる。ああ、いいいい。これ水で洗ってさ、泥、うん、すごくいい。めっちゃ良くないこれ。これやばくね。これやばい。これ一気に雰囲気出てくるぞきっと。うん、よしよし。ある程度こう泥を取って、はい、この川の流れで綺麗になるように石で止めときます。でこれも流れていかないように石を置いといて、うん、おー、次はこの辺の草もちょっと欲しいな。うん、根っこから。はい、次は流木ですよね、大事なの。あー、そっか、流木はやっぱり魚の隠れ家にもなるんで。うん、これとかは、これ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 。あー、それいいね。よしよし、行こうか。これで行こう。これどう、めちゃめちゃかっこよくない、この流木。そんなでかい水槽があるんならいい、めちゃくちゃいいさ。これ入る、こんなでかい水槽にこれ入ってたらめちゃめちゃかっこいい。いや、めっちゃかっこいいよこれ。いいな。あ、それいいな。なあ、うん、これかっこいい。ちょっと岩みたい、これ。うん、木ですよこれ。これは、あ、かっこいいこれ。わあ、これいいな、おい。これめちゃめちゃいいぞ。ああ、お前これ原石、原石。原石だ。磨けば光るぞ。まさ、ほら。いやー、いいなあ、かっこいい。流木。流木。それをそこか。こっちに抜いてって。ちょっと見づらいですけども、こんな感じです今。これ一気にバチャンとやっちゃうと、うん、全部の泥が水中に舞っちゃうから。それでもまあ汚くはなるんだけど、うん、うおー、でもいい、なんか。ルカボーイ、我らが愛用のバッテリーです。で押すと、おお、はい、見て、ここ来た来た来た、ブクブクなってるでしょ。なってる。これで綺麗になってくんだな。これでちょっと待ちます。はい、さあということで、はい、あれから20分ぐらいかな、うん、経過して透き通ってるわけではないんですけど、うん、ここの川自体透き通ってはいないんで、はい、大体この川と同じぐらいの水質になりました。はい、じゃあそろそろ魚を投入していきたいと思います。デカウキゴリ、うん、チャポーン。デカウグイいきますか。
デカウグイ。おーい、いいね。デカ道場、ミニ道場、エビさん、エビさん、浮き彫り、本日のメイン、ヤマメ。おー、いいとこ行った、いいとこ行った、いいとこ行ってんな、おい。どうすかこれ、素晴らしい水槽だね。おお。うわー、綺麗綺麗。うわー、めっちゃ綺麗。そして奥にウグイがいます。完成いたしました。すべてこの場で採取したもので作った、はい、渓流水槽でございます。すごいよこれ、淡水魚水槽。えい、おお、浮き彫りが来た。うん、まあ欲を言うと、もうちょい水がね、綺麗なところで採取すればもうちょいクリアに見えやすかったのかなとは思うんですけど、まあとりあえず第1回目なんで、次はこの反省点を生かしつつ、またいろんな川でいろんな魚で、そして魚だけじゃなく、今後ちょっとね、まあ爬虫類だったり、はい、ヘビだったり、おお、トカゲだったり、カエルだったり、カブトムシだったり、クワガタだったり、何でもいけるなと思いまして。確かに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。そしてゲームチャンネルとサブチャンネルの方も更新しておりますので、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ